に腕お菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾーロップでですか。おや、わかるんですか先生。あなたが好物のパンを食べている最中にため息なんて珍しいですから。それでは私が四六時中パンを食べている無類のパン好きみたいじゃないですか。そう言っています。しかし先生、悩みのせいでこの好物のパンも全然美味しくいただけていないんですよ。あら、そうなのですか。本当に随分な悩みなのですね。ええ、それはもう私の生涯でもこれほど頭を抱えたことはないのではないかと思えるくらいにとっても困っています。一体どうしたというのですか。実は最近太ってしまいまして。はいはい。太っただけならいざ知らず、一体どうして太ってしまったのか全く見当がつかずに困っていたんです。原因は明白な気がしますけど。ねえ、それ、うん、先生何見てるんですか。あげませんよ。美味しくなくてもパンはパンですから。うわ、ともかく私は今とっても困って落ち込んでいるのですよ先生。私は普段とさほど変わらない食生活を送っているだけなんだけどね。普段の食生活が偏りすぎているだけではないですか。はぁ、あ